どうもシャツドです。どうもマサイです。モトキシルク。ネク。さあ本日は皆さん、ワードウルフというゲームは知ってますか？はい。お、一人仲間外れが生まれるゲームだ。俺わからない。俺もわかんない。人狼っぽいよね。そう。うん。いやなんか、僕は結構最近カードゲームとかこういうゲームいろいろハマってて、うん、こうツイッターで視聴者さんにやってもらいたいゲームとかこういうゲームありますかって聞いたら、うん、圧倒的にワードウルフが多かったのよ。そうちょっと久々にこのリクエストに答えるというか、はい、視聴者さんの希望ということで、ちょっとフィッシャーズのワードウルフを今日やりたいと思います。はい。共通の話題を話してると見せかけて一人だけ違うってやつ。そう。面白いね。めっちゃ面白い。で、まぁ、今日はちょっとアプリがあるんで、はい、ちょっとそっちを使いながらやるんですけど、はい、ちょっとじゃあこの画面もみんなに見てもらいながらやってもらった方が早いのかな。あ、そうだね。市民とルーズに分かれます。で、まぁ、いろんなカテゴリーがあって、で、一人だけ違うお題を渡されるんで、その人が誰なのかっていうのを見破るゲームです。で、こんな感じで人狼と一緒です。一人ずつお題が渡されます。これお題、醤油と。で、5人のうち4人同じお題が出されます。で、1人だけ違うお題が出ます。まあ、4人醤油だったら1人だけかけたらソース。それを5人で話し合って1人誰なのかっていうのを見破るゲームです。あー、でも自分が4人側なのか自分が1人側なのかもちょっと話してみないと分かんないじゃん。そうだね。そう、最初探り方としては、え、それ焼き鮭にかけるよねって言ったら醤油のやつじゃん、こいつは。うん、そうだね。で、他のやつが賛同したらそいつらも醤油なんで、一人だけうんってなったらそいつソースとかっていうのをこう会話の中で見破っていく。勝ち負けっていうか、そう。で、基本的に勝ち負けは一人の人が勝つか負けるかです。そうね。もうちょっとじゃあ早速もういきなりやっちゃおうかなと思って、うん、そうだね。もうちょっとやりながら覚え。じゃあ、視聴者さんには誰が何なのかっていうのを最初は多分見える状態でやると思います。そうね。僕らもちろん分かんないんですけど、うん、まあ、そのうちちょっと隠すんで楽しみながらも見破ってみてください。はい。じゃあ早速フィッシャーズでワードウルフやっていきましょう。あ、じゃあやってみよう。楽しみ。じゃあこれ他の人に見られないよ。じゃあ僕からやっていきます。はい。じゃあマサイ。じゃあマサイ確認します。はい。かしこまりました。はい。かしこまりました。完了。ウルフ一人がお題が違います。うん、はい。じゃあ整いました。はい。はい。ということで1分間話し合いをして、はい、最後に多数決でウルフが誰なのかを決めます。はい、多分、視聴者さんには答え分かってる状態ですけど、うん、じゃあ、我々早速やっていきましょう。はい、じゃあ、もういきなり始まるからね、1分は。はい、よーい、スタート。よーし。こういうわけで、ね。俺は好きだよ。あー、俺も好きだね。好きだ、好きだね。どんなとこが好きなの？なんか嫌いになる理由が特にない。まあまあ、広いよね。そうだね、広い。確かに。まあ、でも、他のとこと比べるとそうだね。数は多いかもね。数は多い。数が多い。あ、マジで？え、何個ぐらい？何個かわからないけど、13。瞬間が生まれるんですよ、ね、そうちょっとなんか頃合い見て見せる時見せる時だから、うん、我々普通にやっていきましょう。はい、じゃあ第2ゲーム。はいはいはい、面白いなこのゲーム。やっぱ面白いね。面白いでしょ、うん、2人もすぐ分かったでしょこれ。あ、そうシステム。え、でも俺多分これ苦手だな。多分自分が1人違うって分かんないと思う。はい、ということで、はい、5人お題が出揃いました。はい、はい、じゃあ早速1分間話し合っていきましょう。はい、ワードスタート。まあ、今年もやってくるよね。あなたにとって特別ですか？皆さんに聞いて。特別ですね。俺は特別だな。確かに、ペケ大事にしてそう。うん、大事にはしてる。モトキは？あ、俺はそんなのないかもしんないけど。まあまあまあ、特別ではある。モトキにとってそのイベントは暑い？寒い？あったかいけど、寒い。あー。深っ。深いな。シルクは？いや、俺も同じだな。え、今も何してる？そういう時。俺は、子供の時から大人っぽかったから、まあまあ好きか嫌いかでまあまあ、うん、いやでも、じゃあ今のまあまあも多分
界が一緒の人だったら分かる。いや、え、でもさ、終了ー。はい、バカの話し合いが終了いたしました。はい、ウルフは誰なのか、せーので指さしていきましょう。せーの、マサイが2票、モトキ、シルクが1票、ペケタも1票。いや、でも俺ね、マサイ同じだと思うんだよね。てか、情報が少なかったね。そうだね、1分って短いね。ちょっとあんまり。じゃあ、ということで、これもゲームの難しさなんで、うん、はい、じゃあ、マサイと、はい、行きましょう。せーの。あー。だってめちゃくちゃ面白いやん、お前。少しし、ね、お前俺だったの俺だったのお前にとって大事って俺だから俺めっちゃ大事じゃんあの、いろんな意味で大勝利だな。だって、大事に決まってたおい、帰らないでなぁおもろいなぁ別に簡単でいいじゃんな。あ、まあ、私ね、年越しになった瞬間はもう面白いだろなんでそのまま腹の2回戦、なんとウルフの勝利でございます。おー、いや、この経験はでかい。これでかいね。あ、待って、どのわからん。じゃあ3回戦いきましょう。はい、確認しました。はい、はい、ゲームスタート。俺は、気使うところかもしれない。気を使うからこそだよね。そうだね。ペケはそういうの好き？難しいな。逆に打法？俺はそんなに経験としてはないけど、うん、そこはいいところだと思う。あ、そうなの？え、待って、動画でやったことない？あ、まあ、みたいな。まあ、みたいなこともあるよね。そうだね。終了。はい。ウルフは誰なのでしょうか。はい。はい、せーの。マサイ1票、ペケタ1票、ナホ3票です。あ、やっぱ俺か、もしかして。俺、ウルフも自分で分かってないことあるから、ね、そうだね。そういうパターンもある。いや、なんか途中で変な感じしたんだよね。じゃあ、ナホということでいきましょう。こちらです。モトキかな。ナホ、マサイ、シルク、ペケタンがエステ、モトキがヨガでした。おぉ、だから動画でやったことあるで、こいつからと思ったんだよね。わかんなかった。これが面白い、ね。面白い。これまで経験が多すぎて、ね、いろんなことやってたから。確かに。次のゲームいきましょう。はい、もうだんだん楽しさ分かってきたじゃん。うん、分かったよ。よし、はい、了解。ということで1分間スタート。うん、はい、ああ、これむずい。あのね、むずい。誰も切り出さないね。これ大事よ。切り出しが一番しんどい。そうですね。そうなの。でかすぎると話題によって変わってくる。え、攻めていいですか。おい、はい、俺たちといえばってやつで。あー、確かに。絶対正解。ちなみに、うん、どっちが好き？どっち？あー、はい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 。どっちが好き？なんかもうそれ、答えられないな。どっち、終了。これは全然わかんない。いや、俺はわかった、それ。じゃあ、せーので指さしていきましょう。はい、せーの、はい。お前は何刺さないんだ。いや、なんかね、わかんない。今のは確かにちょっと難しいと、うん、あんまりこう明確な答えみたいに近寄ってなかった。じゃあ全員1でペケたんで、はい、答えを見ていきましょう。こちら、ナホマサイモトキシルク鬼ごっこペケタン痴漢。あー、痴漢。痴漢。いや、さっきどっちって言われたのかな。え、される方する方。それ俺には答えられねえよ。そんな、だめちゃしたいよ。このね、こんなのもあるんだね。ね、いや、きっちり今の。今のはしょうがない。いや、なんで俺こんなのばっかりなんだよ。マジ、俺痴漢マジでしたことないから。これ言うと、誰も疑ってないよ。お前が言うことによってより深くなったから。そうそうそう。もう次いきます。はい、行きましょう。はい。あー、いいですね。はい。はい。はい。スタート。ダホ好き？あ、大好き。さすがにな。そうだね。褒めたか？俺は、まあやってみたいなって感じ。あー。やってみたい。いや、マジで。マジで。一応ね。ちょ、マサイ。マサイ。嘘、え、もしない。親父がそれ関係やってた。あ、まあそうだ。あ、まあ、そうね。いや、マジでそれのちょっとなんか好きなところとか魅力を。好きなところは、やっぱ新鮮。あー。え、じゃあ、また聞くんだけど、この時はバイキング？いや、あ、バイキングなんじゃん。新鮮そう。はい、終了。じゃあ、全員、せーの、指さしましょう。せーの。Oh, thank you.
ショックなこと、ありがたいこと。あー結構それいい二択です。いい強めの二択だよ。それはどこから聞いておきたいの。そうだね、もう俺はショックだと思う。あ、まあ、ね、あそうか。じゃあとりあえずマサイが俺のショックかな。うん、なるほど。俺これもだからショックだよね。なんかそれについてどう。まあ原因はあると思うね。うん、あ原因はあるね。うん、シルクは俺無縁だな。無縁か、無縁か。俺無縁だ今日。いや俺は縁だな。縁だな。ナホ、マサイ、モトキ、シルクが恋人に浮気される、はい、ペケタンが恋人に振られるでした。あー振られるか。それでありって言ったんだね。うん、無縁って言ったから俺はあるよっていうことね。あーそういうことね。過去の経験としてね。はいはい、うん、なるほど。そういうことで、すいませんね、過去を引っ張り出してしまい。あー大丈夫っす。なってるよ、なってるよ。ナホが2票、モトキが1票。これ決戦投票ですね。うん、じゃあナホかマサイで絞るとしたら、えじゃあ行きましょう。せーの、俺だよ。俺ですか？かなと。ピンクってドイツ。そうなんだよね。違うのもしかして。わかんない。どうだ。わかんない。じゃあナホでいきますね。はい。こちらでした。ナホ、モトキ、シルク、ペケタンが妖精、マサイが天使です。やったー、浅いか。確かにやったな。俺色言わなかったんで。そうだね、緑とかピンクとかいろんな色出てくるんだ。だいたい芝じゃないと思ってさ。そう、確かに白も白してるんだね。あと違えなと思って、何も言わせる。ダホが全然詳しくなさそうだったの見て、どっちなんだよと思ったんだ。多分詳しくないもんね、妖精は。全然詳しくないじゃあ、次でラストゲーム。マジか。はい、うわ了解しました。いやちょっと最後ぐらいちょっとだけ、こんな目がおかしいけど、最後ぐらい一人でやりたいな。全員一応経験はしてるから。そうだね、ダホ以外。そうなんですよ、やってやった。じゃあ最終ゲームスタート。はいはい。逆にじゃあその話の流れでいくと、経験はしてますか。あ、うん、まあしてます。うん、俺はないかな。ない。ないない。まさか待って、俺はない。俺バイオル。バイオル。あ、捉え方に。捉え方ない。なんて言うの、言い方が難しいけど、それは行為なのか、試しなのか、テストなのか、みたいな。複雑。複雑でしょ。敵なの。敵いいかもしれないけど。その場合、うわと思う。いや、うわとは思うけど。ダホは。でもまあ、確かにな。まあでも、ノリが含まれるか含まれないかによってまた変わってくる。ああ、そうだ。まさか、まさか、まさか、フラップしてるとこじゃない。そうだね。また4人か。多分。そうだね。僕じゃあ4人で。え、目標なんてないの。あ、終了。難しいですね。これ難しいよね。むずい。え、これ一人になった人分かってんのかな、自分が一人だって。あ、分かってんじゃない。いや、いいね。ちょっと一番難しそうな感じのが最後に出たんで。ね。ちょっとじゃあスッキリしましょうか。うい。はい。じゃあ全員指さしていきましょう。はい。せーの。こっち行ってみよう。マサイ3票、ペケタ2票です。はい。じゃあマサイが打つか。確かにマサイっぽかったわ。どっちかだよね。どっちかだよね。どっちか。ということで、じゃあ、みんなの判断をマサイ。おい。行きましょう。こちら。え？マサイ、モトキ、シルク、ペケタンが
好きな人から告白される。うん、だほファーストキスでした。マジでそんなのだ。なんか知らんうちに勝った。よかった。やった。じゃあ俺の言ったノリみたいなのがたまたまハマったの。ハマってない。ハマってない。ハマったのが一番の原因はマサイだね。うん、マサイのあの敵意のところで俺攻めたんだけど、そこも結構あやふやになったから。うん、告白だったらさ、そう確実に敵意かなってならないじゃん。めっちゃマサイがアシストしたものすごいいいパス出したね。うん、ありがとう。へえ、準備しとく。気持ち悪い。ありがとう。セガンディツイッター、インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、あ